人の隣のメガネの女。サスケの高田。これは詳しいことは直接聞くしかねえ。とにかくまずはサスケと落ち合う。里には影分身を置いて直接俺が出向くことにするってばよ。お前をさらう。え、あっちをさらって何しようっての。子供の喧嘩に必要だ。ちっとやりすぎだな。7代目。うちの里の子供たちはしつけはいい方だと思うんだけどよ。シャリンガ。もう少しでパパにやっと会える。パパ。よくここが分かったな。やつの仲間か。丸の話によるとね。行き先はどこに向かったんです。誰が動いていいって言った。サスケ君にいろいろ聞きたかったんじゃないかな。昔の仲間と写った写真を持っていたし。気づかれちゃったか。あの写真。無理もないわ。父親のことが気になる年頃だもの。サスケ君との距離が縮まればあの子まで争いに巻き込まれる気がして。だってシャリンガンは悲しみも引き寄せちゃうから。なのか。
そうか。私はすぐに分かったよ、パパだって。やっぱりここだったか。サラダ、あんた何勝手してんの。あっ、すまねえサスケ、少し遅れちまった。ナルト、これはどういうことだ。なぜ子供たちを連れてき、いい線言ってるけど、もうちょいがっしり系な感じ。何の真似だ。パパに、パパに会いに来たの。七代目がパパに会うの知ってたから後を追いかけてきたの。どうしても聞きたいことがあって。聞きたいこと。あのね、その私のママって本当のママなの。そう、サラダにもそんな前からシャリンガンが。シャリンガンは心に傷を負うことで目覚めるもの。ひょっとしたらサスケ君の不在が知らず知らずのうちにあの子の心の深い部分に作用していたのかもしれないわね。その様子じゃあの写真の連中のことも話してないんでしょ。サラダはまっすぐな子です。サスケ君が一時期は木の葉の敵だったなんて知ったら。でも今は里のために世界を飛び回っているのよ。秘密にしてたっていずれはわかるんだし。あの子が生まれた時のことだってそうよ。サラダのこともう少し信じてあげてもいいんじゃない。母親失格ですね私。答えてよ、本当のママかどうか。何かあったのか。何かパパがずっといないじゃん。どうしてママと一緒にいてあげないの。娘の顔も忘れててどうでもいいってこと。この私と同じメガネかけてるパパの隣の女の人は何。こんなことを娘の私がママに聞けると思う。おい、その写真は。私こういう空気って嫌い。ママは何も言わないし、パパはずっといないし、ママもパパも信じられないし、問題だらけだっての。一体パパは本当はどこにいて何してるの。お前には関係のないことだ。もういい。おい、さすがにデリカシーなさすぎ。ひょっとしてあちしのパパかもって思ったけど、ありえないね。サラダにだけは話しておいた方がいいんじゃねえのか。お前が里に帰らないわけをよ。もう行くのか。何かつかめればまた報告する。家に寄ってったって罰は当たんねえだろ。世界を滅ぼしかけたあのかぐやをも脅かす存在がこうしている間にも生まれているかもしれないんだ。その痕跡を見落とすわけにはいかない。大きな犠牲を払ってようやく手にした平和だしな。これは俺の償いの旅でもある。もう誰もお前のことを恨んでる奴なんかいねえさ。なあサスケ、俺も一緒に。お前は火影として里を守れ。かぐやの痕跡を調べられるのは輪廻丸を持つ俺だけだ。お前はお前のやるべきことをやれ。俺は俺のやるべきことをやる。それがお前の望む協力ってことだろ。いいか、俺の任務は上層部しか知り得ぬ極秘情報として扱ってくれ。何も知らされねえっつうのは案外つれえもんなんだぞ。
せめてサラダにだけは。知れば余計な不安を抱えさせるだけだ。いつか恨まれるかもしんねえぞ。それでも未来は明るい方がいい。違うかな。あいつにはさくらがついている。心配はない。苦手なのよね、こういう重苦しい雰囲気。これ食べたら今度こそ話しかけんぞ。サラダ、これだけは信じてくれっか。お前の父ちゃんはな、誰よりも立派な忍びなんだぞ。さくら、この検査が終わったら次は。ん？あの子。我々の目的のため、今よりことを始める。暁の復活だ。はい。なんだ。コンソメ味、これあげっから、サラダと仲良くしたら。待つんだサラダ。話してください。誰も本当のことを教えてくれないなら、自分であのメガネの女を探し出して直接聞くしかないでしょ。もう一回サスケと話をしてみろ。行くぞ、シン。はい、父様。助け！パパ！まだこんなもんじゃねえってばよ。
あっちの本当のパパもあんくらいメディカルで女落とす系だったら最高だな。うん、そうか、うちはサスケ。暁復活のためにぜひとも欲しい代物だ。暁、お前は。俺の名は内発信。内発信、それって その目、あなた誰。内発信。あの子と同じ名前。囚われてからゆっくり本当のことを吐け。今は黙ってろ。誰が休めと言った。立て。はい、父様。こいつら親子なのか。平気で自分の子を盾にしやがって。ナルト、サラダを頼む。ああ、こん中にいりゃ手出しはできねえ。そっちこそ気抜くなよ。負けてないだろう。七代目。心配すんな、サラダ。大丈夫だ。こいつが動力で人の武器を自在に。あの時俺の刀にマーキングを。人としての進化を止める。まさに今のお前らだ。これで俺の動きを。進化なき種はいずれ滅ぶ。貴様らのシャリンガンいただくぞ。シャナラーベ。ママ。うちの旦那様とマナ娘に何してくれてんのよ。で、こいつら一体何者。それをこれから調べる。が、なんでお前まで。俺もいるんだけどもよ。一体何なのこの人たち。大丈夫ナルト。うん、じきに治る。え、そうなの。この程度で大げさな。戦闘の勘が鈍ってんぞ。情けに。言ってくれんな。だが、もう終わりだ。ごめんね、サラダにはちゃんと言い聞かせてるつもりだったんだけど。
いや、悪いのは俺の方だ。お前が謝る必要はない。だが俺には。敵の懐って感じね。呼ばれるものは単に必要なくなった器が消滅する現象でしかない。違う。肉体がただの器でしかないなんて間違ってる。思いも意志もそこに宿るんだから。次回ボルト、ナルト、ネクストジェネレーションズ、つながる思い。あんたは大事なものが何かまるで分かっていない。